もともとコロッケさんはその声真似とかで携帯模写、いわゆるビジュアルモノマネだったっていう。そうどういう訓練をやられてたんですか。あ、訓練、はい、あ、最初ねお湯に顔をつけて顔をいっぱい動かすの、ぬるま湯で顔がだんだん移り変わっていくのを練習した。それもゆっくり、だから例えば最初、まあ、俺の普通の顔がこうやって笑ってて、はい、ここから三河さん変わっていくときは、うーん、おお、今さっき言ったみたいな、うーん、すごっ、CG だね、CG みたい。そして国道さんの声が遅れて聞こえる、この技やっぱり、この技すごい。どうやって生まれたんですか、あれは。単純に衛星中継、昔の30年以上前の衛星中継って今と違って声が遅れてたんです。今はちょっとずれてますけど、昔はこうやって口が動いて後から声が聞こえてた。これが昔の衛星中継なんですね。うわ、すげー、これがね、これがね、これすごいわ。なんか入ってるでしょ。そちらこそ何か入ってる。それでは腹話術とモノマネを融合させた一刻堂さんならではのネタをご覧ください。なんかこういろんなね、こう芸能界に入ってきて自分でそういう技を持ってる人たちの中でも一刻堂ってね、ずば抜けて人知れずね、会うたんびにもう別のネタが増えてる。最近はですね、何でも人形を使わない芸もあると。本音マイク、本音マイクといって、はい、もうこれを当てるとその人の本当の気持ちがもう勝手に聞こえてくる。最近どうですか。俺ね、やっぱり女より犬の方が好きだね。助け、お前それ本音じゃねえだろ。あと松岡に言っときたい、うん、サングラスは頭に乗せるもんじゃねえ。確かに、確かに、あの短い時は、はい、やってました。あと俺モノマネができるんだよ。モノマネ、どんなモノマネできるんですか。じゃあマイケルジャクソンやります。お願いします、お願いします、お願いします。なんでそこ無茶苦茶に。すげえ汗かいたんだけど今。何言われるの。わかりました。どうすんだ。いやいや、まあ、自分のは意思とは裏腹にストーリーが続いていくのが怖い。コロッケさんとかずっとモノマネやってるじゃないですか。若い人たちが来るとどんな気分なんですか。すごい技術を持って。だって最初始めた頃はそんなに今ほど人はいらっしゃらなかったじゃないですか。うん、え、いつでもかかってこいよ。だからね、そのモノマネでも、はい、そのコピー派とパロディ派と分かれるから、はい、で最近はコピー派がすごい出てきてる、はいはい、コピー派っていうのは、コピー派っていうのはこうそっくりにやる、うん、もう俺らみたいにふざけるのに命をかけてない、うん、本当にコピーですよ。もともとコロッケさんはその声真似とかじゃなくて携帯模写、いわゆるビジュアルモノマネだったっていう。そう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 、どういう
訓練をやられてたんですか。あ、訓練、はい、あ、最初ねお湯に顔をつけて顔をいっぱい動かすの、ぬるま湯に、はい、で顔がだんだん移り変わっていくのを練習したの。それもゆっくりだから例えば最初、まあ、俺の普通の顔がこうやって笑ってて、はい、ここから三河さん変わっていくときはうーん、おお、すごい。すげえ。ちょっと CG だね。CG みたい。そして国道さんの声が遅れて聞こえる。この技やっぱり。この技かっこいいで。どうやって生まれたんですか。あれは単純に衛星中継。昔の30年以上前の衛星中継って今と違って声が遅れてたんです。今はちょっとずれてますけど、昔はこうやって口が動いて。後から声が聞こえてた。これが昔の衛星中継なんですね。うわすげー。これがね、これがね、これがね、なんか入ってるでしょ。そちらこそ何か入ってる。それでは腹話術とモノマネを融合させた一国堂さんならではのネタをご覧ください。なんかこういろんなね、はい、こう芸能界に入ってきて自分でそういう技を持ってる人たちの中でも、はい、一国堂ってねずば抜けて、はい、人知れずね会うたんびにもう別のネタが増えてる。最近はですね、はい、なんでも人形を使わないゲームあると、はい、本音マイク、はい、本音マイクといって、はいはい、もうこれをあとグレーのこうテルさんは歌う前に返事をしてるっていう。どういうことなんですか。あのハウエバー歌う前に。そう。やばい。一回返事してから、だから多分あの横から多分タグロさんかなんかがこれでいいよねって言ったんじゃないかと思うんですよね。これでいいの？いや。そりゃ怒る人も出てくるわ。これは確かにそうやよね。だからあれか、福田が今26です。26か、はい、わけーな。それ、何歳くらいだったの。46。46か、はい、もうそんななったの。そりゃそうでしょう。そうよく考えたら子供ってもうでっかいんだもんね。高校3年生。うわ、はい、だからあやなちゃんの方が子供は年が近い感じですね。そうやな、そうやな。18です。モノマネ番組のディレクターを、と結婚して出しちゃったんですか。そうはい、離婚してやったんですけど。そうなんです、はい、頑張ってるよね。この子は今年いくつなんですか。54です。あ、54か、はい、まだですね。イノシシ年ですよね。ネズミ。全然違う。どこでよくない。全然気にしてないってことだよ。1個違いぐらい。あの、はい、うちの両親と
あの同じ。あ、そうか。お父さんイノシシなんですよ。あ、じゃあ俺3月生まれなんで。あ、じゃあイノシシ。はい、いえ、ネズミ。じゃあ、ダメだ。ダメだ。